思いっきり体を起こしちゃいます。はい、もう本当に地面と垂直に気をつけするぐらいまっすぐに起きちゃいます。でまっすぐに起きたままこうテイクバックをしてそのまま打ちます。はいはいはい、スピンがかかるんですね。はい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 、とボールが相手のことで落っこってくれるようになります。はい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 ですね。はい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 、はい、1回ラストです。はい、どうですか。いや、すごく力が、はい、力入れてないのに力が乗ってる感じ。力入れてないのに、はい、力が入れてないから乗るんですけどね。はい、でボールもちゃんとこういう落ちるボールになりましたよね。はい、はい、どうですか、バックハンドやってみた感じ。はい、やっぱり、まあ、普段全然力を入れて打ってて、まあ、全然バックハンドが飛ばない、はい、威力が出ないんですけど、ね、はいはいはい、今みたいに力を抜いて、はい、まあ、打つことによって、はい、球の重さとか、はい、その伸びたとか、はい、そういうのがすごく出るようになった。あ、もう実感されました。はい、はい、実感しました。あとはそのヘッドをこの立てて、はい、そのまま打つ、はい、それによってスピンがかかるっていうのは、はい、あの今まで全然体験したことがない。今まではもう下からこう擦れば擦って回転をかけてるっていう感じだったので、はい、確かにかかってるんですけど落ちた後に全然伸びないで失速しちゃってそこから叩かれたりっていうのがあったんですけど、はい、今みたいにこうしっかりとこう立てたまんまでこう打って、はい、あの相手のベースラインの近くでこうぐっと急激に落ちるような球が、まあ、実戦で本当に、はい、あの練習した人打てるようにして、はい、まあ、今後ちょっと武器にしていけたらいいですね。いいですね。はい、ありがとうございます。だいぶこう変化を自分でも感じ取られたと思うんですけど、はい、最後に感想はどうでしょうか。いや、自分がどれだけやっぱり力が入ってたのかっていうのがすごくよく分かりました、はい、力を抜いたことによってあんだけ球の伸びが出るっていうのが、はい、感動しました。感動しました。そうですね、力が抜けて初めて力が入ってたことに気づくんですね。はい、はい、せっかく良くなったことなんですけど、はい、まだやり方が分かった段階なので、はい、しっかり身につくまで練習していただければなと思います、はい、で DVD を見ている方も、参考にしていただいて、ポイントを真似して練習していただければ、必ず効果が出ると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。